星のカービィシリーズ星のカービィ。星のカービィは1992年4月27日に任天堂より発売されたゲームボーイ用の横スクロールアクションゲーム。開発元は春研究所。丸い体に手足がついたキャラクター、カービィを操作するアクションゲーム星のカービィシリーズの第一作目。カービィは敵などを吸い込む能力と空を飛ぶ能力を持っており。 これらを駆使して、ステージクリアを目指す。なお、敵を吸い込むことで新たな力を得るという、シリーズ定番のコピー能力は本作にはない。登場するのは次回作の、星のカービィ夢の泉の物語からである。発売当時放映された CM は、少年が絵描き歌を歌いながら、カービィを描き終えると、絵の中のカービィが少年を吸い込み、 次のシーンでは吐き出された少年が星にはまって、カービィの名前を叫ぶ、という内容であった。後に発売された、星のカービィスーパーデラックスと、星のカービィウルトラスーパーデラックスの中で、本作のリメイク版が、春風と共にのタイトルで収録されている。ただし、一部のステージ構成が異なっていたり、一部のアイテムがなくなっていたりするなど、原作といくつかの違いがある。 また、星のカービィ夢の泉の物語及びそのリメイク版、星のカービィ夢の泉デラックスの最終ステージは本作のステージをつなぎ合わせた構成になっている。2011年6月7日には、任天堂 d 3DS 用のバーチャルコンソールとして本作の配信が開始された。また、2012年7月19日に Wii 向けに発売されたシリーズ作品の詰め合わせソフト、 星のカービィ20周年スペーシャルコレクションにも収録されている。とある小さな星の小さな国、プププランド。この国に住む人たちは呆れ返るほどの平和な日々を送っていた。しかしある日の夜、デ,デデデ山に城を構えるデデデ大王が手下を連れて現れ、国中のあらゆる食べ物と国に伝わる秘宝、キラキラ帽子を奪い去ってしまった。 国の人々は宝を奪われた悲しみに暮れ、同時に今後の食べ物のことを考え困っていた。そうした中、旅を続ける一人の若者がプププランドを訪れた。悩める人々の声を聞いたその若者、カービィは、秘宝と食べ物を取り戻すため、デデゲ山へと向かった。高難度のエクストラモードでは、各敵の能力が強化され、一部の敵は別キャラクターに置き換わる。 以下の敵で名前が併記されているものは右側がエクストラでのキャラクター。桜井正宏は当時主流だった高難易度のアクションゲームに対するアンチテーゼの意味を込めて本作を制作し、残機性の他に体力性を導入するなどして初心者でも楽しめる難易度に仕上げた。その一方で本作には敵の能力が強化された。 エクストラモードも搭載されている。通常モードより難易度が高い。本作は当初、ティンクル・ポポのタイトルで開発が進められていた。全体的な雰囲気は製品版と同様だが、主人公はカービィではなく、ポポポという名前だった。その後、ティンクル・ポポは1992年1月下旬の発売が決まったが、そのゲーム内容を見た。 任天堂の宮本シュゲルがちょっといじるだけでものすごく面白くなると語り開発会社の春研究所にソフトの作り直しを打診した。ティンクルポッポは当時すでに2万6千本の受注があり春研究所内で反発もあったが宮本の言葉を受け発売を中止する。そこから約三ヶ月にわたって再調整が行われ同年四月十七日カービィを 主人公とした星のカービィを任天堂から発売、結果的に全世界で500万本以上の売り上げを記録することになった。本作の主人公であるカービィはゲームボーイ用ソフトのプレゼンに向けたデモ版のキャラクターとして制作され、好評だったことからデザインを変えることなく製品版に起用された。本作の開発にはメタルスレーダーグローリーの開発過程で生まれた。 ゲームメーカーが用いられた。このツールは、ツインファミコンに自社製のトラックボールをつけ、さらにディスクシステムで専用開発ツールを読み込ませて作られたものであり、これによってドット絵を直接描けるようになり、さらにその絵を組み合わせて背景やキャラクターなどが作られた。開発の段階で本作の容量は512キロビットに収まるように設計されていたため、 1>, 1ステージで使えるキャラクターやアイテムのドット数は256、256だったため、様々な工夫が施された。例えば、1.5体のドット数で2体分を作れるようにするため、ワドルディとワドルズには共通のパーツが用いられたほか、ボスキャラクターの一人であるクラッコは一つのパーツを上下左右に反転させてくっつけて作られた。また、処理負荷を軽くするため、 敵キャラクターの行動をあらかじめ作成した上で背景に合わせて配置するという方法が取られた。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは5.56.6の合計22点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は23.3点。ありがとうございます。